10月13日土曜日、東寺の里文化芸術会館で施設を飾る工作教室文芸会館を飾ろうが行われました。第1回目となる今回はステンドグラスで飾ろうをテーマに、小中学生ら25人が正面玄関の大きな窓ガラスの飾り付けに挑戦しました。窓ガラスの大きさは縦2m30cm、横2m70cm で、25等分したサイズのアクリルパネルに透明絵の具などを使ってそれぞれが思い思いの絵を描きました。完成したパネルは隣接するパネルとの連続性などを考慮して並べられ、窓ガラスに貼って1枚の大きな作品として仕上げられました。この工作教室は全3回の日程で行われており、第2回目は落書きで飾ろうと題して11月10日土曜日午前9時30分から行われます。参加方法など詳しくは東寺の里文化芸術会館までお問い合わせください。